こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の男性にトレンドは必要なのかというテーマでお話をしてみたいと思っています。結構コメント欄なんかを見ていても、トレンドって大切ですかという話が出てくるんですが、まあこれって結構ですね、大切なテーマだと思うんですね。まあトレンドというのも、10代、20代、また、 30代、40代、それ以降でも、どれぐらい取り込めばいいのかっていうのは、僕はやっぱり微妙に変わってくるかなと思うんですね。そのあたりも含めて、このチャンネルでは、30代の後半から40代以降の男性が、まあ、どのようにトレンドと向き合うべきなのかというところをですね、ちゃんと丁寧にですね、お伝えしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただきたいなと思っています。まあ、今回の動画を見終わる頃にはですね、トレンドとどのような距離感を取ればいいのかとか、あとは、 いろんなファッションチャンネルだとか、あとはですね、雑誌があったり、インスタグラムがあったり、いろんなファッションの情報があると思うんですが、どのような視点で見ればいいのかというところまでわかるかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、一つ参考にしていただきたいなと思っています。まあ、早速ですね、トレンドについてお話をしたいなと思ってるんですが、 まずはトレンドっていうものをですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですけども、まあ一言でトレンドといっても様々なランクがあるんですね。まあいわゆるピラミッドみたいになっていると想像してもらいたいんですけども、いわゆるコレクションブランドですね、非常に高くてエッジの効いている様々な着こなしを提案しているのがコレクションブランドなんですが、そういったところからトレンドが生まれるわけなんですね。一番尖っているトレンドなんですけども、まあそういったものをうまく 取り入れながらおしゃれ上級者の方々が着こなしの中にそういったものを取り込んでいくという形になるんですねまあ、それがですねまさにこう先端のトレンドなわけなんですがまあ、そこら辺って正直ですね普通に生きている限り今の最新トレンドがどんなものなのかっていうのはそんなにですねわからないと思うんですね僕自身ファッションの仕事をしていますが一番先端のトレンドってそこまで触れることは多くはないんですねなので結構ですねここはマニアックな世界かなと思って 思っていま,すまあそういったすごく尖ったトレンドというものが、徐々に徐々にですね、下の方へと浸透していって、僕たちのところまで降りてくるというのが、まあ一つの流れとしてあるんですね。上級者の中で共有されたものを中級者の方が取り入れて、 まあ、そして、それと同じぐらいのタイミングで、GU ですとか、またユニクロですとか、僕たちにとって身近なブランドでも、そのトレンドを取り上げることで、より広がっていくという形で、まあ、徐々にですね、トレンドというのが下っていって、トレンドというものは、後に、ベーシックなものへと変化していくわけなんですね。例えば、わかりやすいところで言うと、スキニーデニムというものがあるかなと思うんですね。まだ登場したての頃って、まさしくデザイナーズブランドで、そういったものが出てきて、これはすごい格好 かっこいいよねと、他と明らかに違うのということで、おしゃれ上級者の方がこぞってディオールオムの細身のデニムを履いたわけなんですね。そこから徐々にですね、トレンドが下っていって、おしゃれ上級者から中級者の方が履くようになって、今では割とこうベーシックなアイテムとして、細身のデニムというものは定着したかなと思うんですね。僕たち30代後半から40代の世代は、 割とこう若い頃にですね、こういった細身のデニムだとか、タイトなシルエットというものがトレンドだったので、そういったものに目が慣れてるかなと思うんですね。このトレンドというのも世代によって常識が全然違くて、今の10代、20代の世代、または30代の前半だと、スキニーのシルエットよりは、ちょっとゆとりのあるワイドシルエットの方が、はるかにですね、馴染みがあったりするわけなんですね。なので世代によってまた全然トレンドの受け取り方も変わってくるわけなんですが、このようにトレンド とととととといいいいいいいううののははかかかななりエッチの効いたここころから中級者へと下っってててて一般化ししくく流れここをままずは理解お思すで、僕のチャンネルを含めて YouTube を見てる層ってどんな方が多いのかなというとおしゃれ上級者の方って僕はそんなに見ないと思うんですね。なぜならそういった方々って自分の個性を出しながらオリジナルでファッションというものを楽しむんですね。なので YouTube を見ながらファッションを学ぼうという感覚ってそんなに強くないかなと思うんですね。 ね。それよりも、おしゃれ中級者の方とか、あとは、おしゃれを楽しむようになったばかりの、おしゃれ初級者の方が、ステップアップのためにですね、YouTube を見ることが多いかなと思うんですね。まあ、そういった意味で、僕のチャンネルも、おしゃれ初級者から中級者の方ぐらいが、割と多いかなと思うんですね。じゃあ、このような方々にとって、トレンドはどれぐらい重要なのかというところなんですが、正直ですね、そこまで過度なトレンドは、僕は必要ないかなと思っているんですね。 これはなぜかというと、おしゃれ上級者、中級者、初級者。この3段階で目的とするところが明らかに変わるからだと僕は考えてるんですね。おしゃれ上級者って先ほどもお伝えした通り、自分の個性だったりだとか好きだというものをですね、存分に発揮しながら、 ファッションを構成するので、ある意味で人の目ってそこまで気にしない方が多かったりするんですね。その結果個性的だったりだとか、かなり人との違いが明確になって、その結果あの人ってものすごいセンスが尖ってるよねという形で周囲から認識されるわけなんですね。ある意味で人の目をそんなに気にしないのがおしゃれ上級者で、そしてその下に来るおしゃれ中級者の方々は、人の目っていうのはある程度は気にすると思うんですね。初級者の方よりは気にするんだけども、まあ,ある程度、 トレンド感を取り込みながら自分なりの着こなしというのを初級者の方よりはこだわりながら作っていくという方が多いかなと思うんですね。一方でおしゃれ初級者の方っていうのはまずはダサくないところというか見た目ファッションを整えていくという段階なのでここにおいてはやはりですね人の目だとか第三者から見た時にどう自分が見えるのかというところも結構気にされる方が多いのかなと思うんですね。このように人の目というところも含めて 上級者、中級者、初級者で全然認識が変わってくるかなと思うんですね。で、先ほどもお伝えした通り、僕のチャンネルは初級者の方から中級者の方がたくさん見ていらっしゃるかなと思うんですが、そういった方々にとって最新のトレンド感って僕はあんまり必要がないのかなと思うんですね。というのもトレンド感がめちゃくちゃ強いものというのは、やはりですね、エッジが効いているので、そういったものを着たところで、周囲の方々からはほとんど理解されないんですね。 あまりにファッション感度が高すぎて、それかっこいいんですかそれ大丈夫ですかっていう形で、むしろ心配されたりすることが多かったりするし、一歩間違えると、ダサい人だと思われる可能性もあるぐらいですね、実はトレンド感の強すぎるアイテムって、モロハの刃だと思ってるんですね。ですのでトレンドアイテムの中でも感度が高い方向けのものはですね、ちょっと避けておいて、 少し時間を置いた方がいいかなと個人的には思ってるんですね。例えばですね、最近ボトムスで出てきているところで言うと、フレアパンツというところが、まあ、トレンドアイテムとして挙げられるようになってきましたが、 まだまだこういったものって世間的には全然見慣れてないわけですね。一般的な感覚とおしゃれがめちゃくちゃ好きな人の感覚ってものすごくずれてるんですね。これは街で僕はいろんな方を見てるとすごく感じるんですが、やはり未だにですね、街で履いてる方が多いのはフレアパンツではなくて、 ワイドパンツでもなくて、やはり僕ら世代だったら圧倒的にスキニーパンツの方が多いんですね。まあベーシックであり、かつてはこれがトレンドアイテムだったわけなんですが、このスキニーだとか、あとはテーパード型のパンツですね。もも周りには適度にゆとりがあるけども、 膝から下にかけて細くなっていくようなボトムスですね。このあたりが圧倒的に多いんですね。そしてそこから一歩飛び出してワイドパンツだとかワイドテーパードを履いている方というのはかなりおしゃれな方で人口の割合で言っても相当少ないかなと思います。そしてそれ以上にトレンド感の強いフレアパンツというのはもう本当にですね、それがトレンドだということを知っている方もほとんどいないぐらいですね、エッジの効いたアイテムなんですね。もちろんユニクロだとか様々 様々なセレクトショップなんかでも取り扱いは始まっていますが、これを取り入れるべきかというと、まだまだ早いと僕は思っていまして、僕自身も今年、フレアパンツについてこの動画の中で扱うかどうかはすごく迷ったんですが、僕はあえて取り扱わないことに決めたんですね。というのも、まだまだ世間一般との感覚としてはずれているし、こういったものに対して目が慣れるまでには数年かかると思っているからなんですね。 で、大切なのはトレンドアイテム、上級者の方が楽しんでるようなごくごくニッチなアイテムも数年経つと少しずついろんな方が見慣れてきて上級者から 中級者へと下ってくるんですね。このタイミングですね。だんだんそういったアイテムに見慣れてきて、そこまでエッジが立ちすぎていないなと思ったタイミングで、初めてトライするぐらいでも僕は遅くないと思ってるんですね。例えば、グルカサンダルってありますよね。こちらの画像を見ていただきたいんですが、 これも出始めの頃ってかなりエッジが効いていたんですね。グルカサンダルってまあ昔からあるようなアイテムなんですが、これをですね、おしゃれ上級者の方が使い始めたのって結構前だったと思います。それこそもう7年ぐらい前からこういったアイテムって上級者の方は使っていましたが、それが徐々に徐々に下ってきて、今ようやくおしゃれ中級者の方でもこういったグルカサンダル履くようになったかなと思うんですね。でもどうでしょうか皆さんの周りで グルカサンダル履いてる方っていますかおそらくですね、ほとんどいないと思うんですよ。未だにグルカサンダルであっても、そんなに世の中全体では履いてる方って多くないと思うんですね。 ですが、まあ、おしゃれがある程度好きな方の中では、グルカサンダルっていうのはトレンドアイテムだよねっていうのが認識されるようになってきたので、そのタイミングだったら中級者の方が使うのは全然ありだと思います。ただ、初級者の方がいきなりグルカサンダル履くっていうのもなかなかハードルが高いかなと思うので、初級者の方が次に中級者へステップアップするときにそういったアイテムを使うっていうのはありかなと思うんですが、まあ、そのようにですね、結構トレンドアイテムって最新の状態だと、 周りかから理解されないことが多かったりするので僕自身フレアパンツだとかそういったものはもうちょっと様子を見たいなと思ってるんですね。僕自身ですね、実は去年ですね、フレアパンツ1本買ったんですね。セットアップで買ったもののボトムスがたまたまフレアっぽくなっていたので、僕はそういったものを使っていましたが、最初は違和感めちゃくちゃありましたね。 というのも、フレアパンツが流行った背景には、反動というものがあるんですね。 これはどういうことかというとテーパード型のパンツというのはもも周りにゆとりがあって膝から下徐々に細くなっていくというものだと思うんですねこういったものが増えた結果その反動でおしゃれ上級者の方は逆に増えるんですね膝から下細くなっていくもんじゃなくて膝から下むしろ広がっていくというものに旬を感じるようになったのでおしゃれ上級者の方々はフレアパンツの方に移行していったわけなんですねただテーパード型に目が見慣れ ている感覚が見られている状態から、こっちのフレアパンツに行くにはやっぱり最初は抵抗感があるんですね。僕自身もすごくあったんですけどもまあ、何度も何度も履いていて、目が慣れてくるとあ、こういうもんなんだなっていうものが少しずつ理解できるようになるんですね。その間にも徐々に。 フレアパンツのトレンド感っていうのは高まっていて、ユニクロなんかでも取り扱うようになったので、あ、こういったもの履いていいんだなっていう形で、ようやくですね、自分の感覚も追いつくようになってくるんですね。それからでも全然遅くはないかなと思うので、今の段階でフレアパンツだとか、あとはワイドパンツもそうですね、ワイドにもまだ目が慣れないっていう方、たくさんいらっしゃると思うんですよ。僕のコメント欄見てもそうですし、タックテーパードパンツみたいな、ワイドなんだけどもテーパードが効いているというボトムスも、 そんなにトレンド感がめちゃくちゃ高いというわけではないんですが、違和感があるという方、すごく多いんですね。そういった方は僕は無理しなくていいと思うんですよ。まずは試着をして、あ、こういうもんなんだなっていうところを触れてみる。それぐらいでいいと思うんですね。 一度触れてみるか触れてみないかでも全然違くて一度でも履いてみるとなんとなく感覚がわかるので今年履けなくても来年以降履けるチャンスがやってくる可能性もあったりするのでそれでも全然遅くないと思いますあまりに行き過ぎたトレンド感っていうのは本当に理解されなくてちょっと変わった着こなししてるなとかフレアパンツ履いてると懐かしいアイテムだけど昔のもの引っ張り出してきたのかなとそういったような認識を持たれることも多かったりするので、まあ、そんなに急ぎすぎることはないというところ こはぜひ覚えておいていただきたいなと思っていますそしてもう一つですね皆さんに理解しておいていただきたいことはこれは僕も含めてなんですけども ファッション系 YouTuber だとか雑誌だとかインスタグラマーだとかこのような人たちの考え方とか発信してるものってものすごくですね偏ってるということここはですね認識した方がいいと思うんですねというのも僕らみたいな人間っていうのはファッションのことを常に考えてるしファッションに対してものすごくお金と時間を投資してきた人間なので一般の感覚とはめちゃくちゃずれてるんですねいわゆるおしゃれ中級者から 上級者ががフファァッッシショョン系インン系ーイスタグラマーとかファッション業界の人間には多いわけなんですがそのような人たちってかなりですね、一般社会においては稀な存在なので、この人たちが提供する今年のトレンドだとか、こういった着こなしってかっこいいですよねっていうものは、一般的な感覚からするとかなりズレがあるので、それをそのまま受け取ってしまって自分で表現してもなんか違和感があったりだとか、なんか周囲の人から浮いてしまうってこともあったりするので、 で、そのあたりは注意をしながら見た方がいいと思っています。僕自身もすごく反省が多いんですね。自分自身も普段の YouTube の中では、なるべくおしゃれ初級者の方とか、中級者の方が見たときに、理解しやすいようなものを出したいということで、常に意識してるんですが、やっぱり僕自身がおしゃれ大好きだし、トレンド感大好きなので、ほっとくと、 ファッション感度が強めのものを出しがちなんですね。なので、このあたりはすごく難しいところで、今でも一般的な感覚で言うと、スキニーパンツってそんなに古くはないし、これ自体が NG なものでは全くないと思うんですね。むしろシルエットが綺麗なので、スタイルがよく見えたりだとか、ベーシックで他人から見た時にも安心感があったやつなので、スキニーはスキニーで僕は今でも健在だと思ってるんですね。テーパード型のパンツもいいと思います。あとは、ニットの首元だったら、 今最新で言ったら V ネックの方が旬だったりするわけですね。だけどしばらくここ数年っていうのは丸首がトレンドだったしそれが一般化してきた中なので今勢い余って V ネックを取り入れようっていうところまで行く必要って本当の上級者であればいいと思うんですが中級者ぐらいの方であればちょっと様子見をしていいのかなと思うんですね。そのあたりの感覚って YouTuber の意見を参考にしすぎないで今の自分の感度として 初級者の方であればベーシックなスタイルでいいと思いますし中級者の方であればちょっと周回遅れぐらいのトレンドで全然いいと思うんですねバンドカラーシャツだとかオープンカラーシャツだとかこういったものもかつては尖ったトレンドアイテムだったんですが今ではそのトレンドから数年経ってだいぶですね一般化してきてるかなと思うんですねそういったものを楽しむだけでも全然いいと思いますちょっとトレンドアイテムみたいなものが出てきたら少し距離を置きながら様子見をして自分自身 目が慣れていきたりだとか世の中を見た時に少しずつそういったものの認知が広がったタイミングで取り入れると多分ですね第三者から見た時にも違和感がそこまで多くないかなと思うんですねこの他人目線をどれぐらい意識するのかってめちゃくちゃ重要で僕なんかはやっぱりおしゃれ上級者じゃないと思ってるんですねそこまでエッチの効いたスタイルが好きかというとそうでもないしファッションで自分の個性をバンバン出していきたいという性格ではないんですねあくまで他人 インカーの視線っていうのも僕みたいな中途半端な人間は気になってしまうんですよ。まあ、それはそれで一般社会で生きていく中では大切なバランス感覚でもあるとは思っているので、まあ、僕自身は中級者のあたりを存分に楽しみたいなと思っているんですが、まあ、僕と同じように中級者の方だとか、今はですね、おしゃれの初級者レベルで楽しんでるという方というのは、トレンド感そんな認識しすぎないで、いわゆるですね、最新じゃなくて、 ちょっとこなれたトレンド感を一緒に楽しめたらいいなと思うので、ぜひ今後の動画も含めてですね、そういったところちゃんと出していきたいなと思いますし、僕はですね、トレンド感強めで暴走し始めたらですね、ぜひコメント欄でいろいろとですね、アドバイスをいただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、大人の男性にトレンドは必要なのかというテーマでお話をさせていただきました。結論を言うと、 トレンドはそこまで重要ではないというところかなと思っています。それはあくまでおしゃれ初級者だとか中級者の方に対して言えることであって、最新トレンドはそんなに必要はないけども、中級者の方であればちょっとこなれてきたトレンド感というのはうまく取り入れるのはいいかなと思います。おしゃれ初級者の方はそれさえもそこまで取り入れる必要はなくて、もう本当にベーシックな着こなしで全然いいと思うんですね。 秋物で言ったら丸首のニットであったりだとか、あとはカーディガンであったりだとか、アウターで言ったらステンカラーコートだとか、あとボトムスで言ったら、 スマートアンクルパンツぐらいでいいと思うし、靴で言ったら白レザースニーカー、このあたりのベーシックなものを使うだけでも、正直ですね、おしゃれに全く関心がない方と比べたら素敵に見えるんですよ。むしろこれぐらいで収めておいた方が他人から見た時の印象が良かったりするわけですね。おしゃれ中級者になってエッジを効かせていくことで、かえってですね、他人から見た時にそれおしゃれなのかどうかよくわかんないなってことが起きうるんですね。例えばニューバランスのスニーカー、 を取り入れてもおしゃれがわかんない方にとってはそれってかっこいいんですかなんかおじさん履いてそうですけどというような感想になってしまうのでここって難しいところなんですねなので行き過ぎたトレンド感というのは正直そんなに必要がないかなと思うので、まあ、僕も含めていろんなファッション業界の方がですねファッション情報を出しているかなと思うんですがこのトレンド感って結構エッジが効いてるよねとかあこのトレンドであれば自分でも取り入れられるかなとかそのあたりをしっかりと見極めながら皆さんがですねトライするかどうかをですね ね、見極めていただければなというふうに思っています。 これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってますし、暴走しないようにですね、ベーシックからちょいトレンドぐらいまでをですね、カバーしながら皆さんにお伝えしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。とは言っても、僕の方でもちょっとエッジの効いた中級者ぐらいの方に向けたアイテムの紹介とか、コーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップの方で結構コアに解説をしてますので、気になる方はそちらも概要欄から チェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに